皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドパート68やっていきましょう。今回も前回に引き続き祠探しやミニチャレンジ攻略していくんですが、まずはあなた、こんなゴミの山の中で何をやってるんですか？料理？む、何やつ？あなたこそ何者？私か、私の名はミモザ。あ、ミモザってね、最近ポケモンで可愛い保健室の先生がいましたが、ミモザ先生めちゃくちゃ可愛いよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こんなゴミの山の中にいるようなキャラクターではないんですけどね、ポケモンでは、究極の料理を求め人里離れて修行中だ。この呪しは何ですか？呪し、この煙が、これは呪しではない。見ての通り料理をしている最中だ。あー、やっぱそうですよね、焦げてますよ、ほら黒い煙が、君も焦げていると失敗しているというのだな。私が料理を作るとなぜかまずいものしかできないのだ。んー、なんでだろうか。自分で考えた究極のレシピなのになぜだ。あ、一応じゃあレシピを聞きましょうか。おお、構わないぞ、きっとうまい料理ができるはずだ。ゴージャスな肉料理と古の肉料理と究極のサバイバル料理、どれにする？どれも美味しそうだけど、じゃあゴージャスな肉料理、よろしい、ゴージャスな肉料理のレシピを教えよう。まずはメインとなる肉を用意せよ。鳥でも獣でも何でもいい。そして取れたて新鮮な鉱石と共に炒める。鉱石、それはまずそうだな。具、うまい肉と美しく輝く鉱石を炒めるのだぞ。ゴージャスな料理ができるに違いない。あー、そういう系の人ね。君多分料理向いてないな。だが実際にできるのはいつも硬すぎ料理。一体何が硬すぎなのだ。鉱石だよ、さっき入れたでしょ。これだと思う材料で作っても失敗することもあるし、料理は奥深いな。一応じゃあ古の肉料理聞きましょうか。よろしい、古の肉料理のレシピを教えよう。まずはメインとなる肉を用意せよ。鳥でも獣でも何でもいい。ここは一緒だね。そして朽ち果てたガーディアンから掘り出した古い部品と共に炒める。センスがなさすぎるな。具、うまい肉と歴史ある部品を炒めるのだぞ。誰も見たことのない古の料理ができるに違いない。だが実際にできるのはいつも微妙な料理。一体何が微妙なのだ。いや、ガーディアンのやつ入れてるからそれが微妙なの。これだと思う材料で作っても失敗することもあるし、料理は奥深いな。いや、食べ物を入れてください。いや、でも究極のサバイバル料理は美味しそうですけどね。よろしい、究極のサバイバル料理のレシピを教えよう。まずは魔物を倒せ。そして手に入れた魔物素材を全て炒める。あー、なるほど。まあまあまあ、うまくやれば薬とかにはなったりしますけど、生きるためには何でも食べる。それが究極のサバイバル料理。たとえできた料理が微妙な料理でも背に腹は変えられないのだ。まあまあ確かにね。しかし魔物の素材のどこが微妙なのだろうか。これだと思う材料で作っても失敗することもあるし、料理は奥深いな。あ、もういいです、ミニチャレンジとかじゃないんだ。そうか、残念だ、とっておきのレシピなのだが。はいずっとじゃあそこで、ま、うわ、これ料理の後ってこと？あなた一人でこのゴミの山作ったの？うわ、ハエとかも飛びまくってて、狼も来ちゃってますけどね。ほら狼なんか食べてるね、ゴミの山から。一応美味しい部分はあったんでしょうか。ということでこちらの祠攻略していきましょう。さすがに祝福ではないよな。っていうか、あの人祠の隣にいるのにこれ気づいてない？料理作るのに夢中になって古代の遺物に気づいてないんだろうね。ということでまずは手に取る勇気。ほう、すげえ、目の前がゴールなんだけど、あそこに宝箱があって、手に取る勇気どういうこと？あ、こっちか。あ、とりあえず、はい、ここの宝箱をゲットすることができました。多分ビタロックで止めるのが成功法だとは思いますが、出るときにこれでやりましょうか。はい、ビタロックで止めて、ここを通る。で、解除しまして、これは、ほい、おっと、なるほどなるほど。だとすると、え、待て、どうにかして上に乗りたいんですよね。手に取る勇気、どういうことだ？手に取る勇気？ここ、爆弾で多分、そういうこと？手に取るってのがちょっとよくわかんないんですけど、とりあえず、ここに爆弾置いて、これで起爆すると、上上がるよね。で、
さらにもう一回起爆してさらに上上がりたいけど、うわー無理だな。2個爆弾置いとけばいいんだっけ。あれ爆弾って誘爆しない？大丈夫？ちょっとその辺分かってないんですが、ちょっと誘爆しないか先に試していいですか。はい、丸いのを爆破させて、あ、誘爆するよね、そうだよね。ってことはギリギリの範囲に置くってこと？え、なんか全然やり方違くない？もしかしてこんなやり方じゃないのでは。多分さ、これ範囲をこうやって離すとできちゃうんだよね、今のやり方でも。でも違うよね、多分やろうとしてることは。手に取る勇気。待てよ、多分今 MK さんがやろうとしていることと本当の攻略法が違う。でも MK さんはそれでやっちゃう。ここまず爆破さして、でここまで来たらこれ爆破さして、あ、足りない、足りないんだやっぱり。待てよ、まずこっからそこ行ける、行けリンク、オーケーナイス。でここまで来れたら、あとはこれで上がれば、はい、とりあえず宝箱はゲットできそうですよね。こう来て、こう。で、宝箱はゲット。手に取る勇気。なんだなんだ。あ、古代の子はありがとう。そして、それなんだよな、絶対使うべきは。マグネで何かできるわけじゃないでしょ？ビータロック、これだよね、絶対。手に取る勇気。待てよ、何がしたいんだ？全く理解できてない。何がしたいんだこれ。こっから、え？いや、あのね、クリアすることはできるわ。こっからボム投げてさ、2段階やればいいからさ、それで一回クリアしちゃっていいっすか？え、いいのかな？え？手に取る勇気ってなんだろう？ほい。これ投げて、あー、ちょっとそれ範囲微妙。あ、下がるんかい、それぐらいでも。ちょっと一瞬の弓壊れそう。一瞬の弓ちょこちょこ使うときあると思うから、一旦ここ弓の種類を変えまして、ほい、ゾーラの弓にしておく。こっから、待てよ。リモコン爆弾投げて、ほい。この辺で止まって、オッケー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 、ナイス。で、これでさ、向こうまで行っちゃえば、これ行けちゃうよね。ほい。これで、リンクここ登るでしょ？で、こっから、待てよ。一段階、あ、一段階じゃきついか？こう来て、いや、ボム投げれば多分いけるんだよね。ただ、何がしたかったんだろう？これは。あ、ちょ、待って待って。怖い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 。これいけるよね、リンクちゃん。リンクちゃん？待てよ。その、センサーのところしっかり見て、ほい。あ、これ微妙に超えられない？いや、いけると思うけどな。こっから、ほい。あー、微妙に超えらんないかも。ジャンプして投げるか。待てよ。待て、あ、ジャンプして投げらんない、これ。ジャンプ投げる。あー、だ、ダメか。ちょっと待てよ。ジャンプ投げってできないんだっけ？あ、できないんだ。あ、できないね。だとすると、ほい。あー、無理だ。超えらんない。いや、弓矢でさ、うまーく軌道を描けばいけるんだけど、まずもってやり方が絶対に合ってない、これじゃ。でもやっちゃう？これさ、弓矢をさ、うまーく着地させれば絶対いけんだよね。いや、待てよ、そんな邪道なやり方でやっていいのか？なんだ、手に取る勇気。手に取るものな、あの真ん中で動いてる台座はなんだ？あれでどうにかするんでしょ？あの動いてる台座でどうにかするんだよ、絶対に。ビタロック？ビタロック関係ないよね。ちょっと待てよ。これ段階的に上がっていかないといけなくて、何回も何回もあそこに結局、アクセスする必要があるんでしょ？あそこを押す必要があるんでしょ？で、これ、ちょっと待ってね。この辺に打つと、どこ着地する？その辺か。もうちょい上だな。もうこれでやっちゃっていいですか？ここだ、あ、刺さっちゃうな。こうすると、はい。あ、これ刺さっちゃう判定になるのかな？爆弾矢だとうまくいきそうな気がするんだけどさ。ちょっと待って、ちゃんとやろうぜ。この上に何かあるわけでもないだろ？ビタロックで、ビタロックであれを止めてさ、
あれを動かすのか。ちょっと待って、ちゃんとやろうぜ。 MK さん邪道にやりすぎ。止めるでしょ。これ動くの？まず持って動かない。動かないんだ。動かない。ちょっと待って、一旦矢回収するよ。ああれは、これは、これってさ、はあ、そういうことなんだ。なるほど、なるほどね。よかった、邪道にやって終わらせなくて。邪道にやって終わらせなくてよかった。邪道で終わっちゃうかと思ったよ。ここ置いて、これでビームを出し続けろってことね。そう、MK さん、いけちゃったな。あれ、ゴリ押しでもいけてたな。あぶねえ、ゴリ押しで終わらせるとこだった。で、ここ上がって、ほいほいほい、もう無限よ。なんだよ、多分ね、爆弾矢をね、上に打ってね、やればいけたんだよ、さっきの方法でも。でも絶対ダメ、そういうことしたら。いや、いいんだけど、邪道でもね、クリアできたらいいんだけど、ということで、はい、こんにちは。てんの音が、ちょっと、MK さん的には、なんか、ごめんなさいって感じなんですけども、祈ってる。ほら。なんか祈ってるタイプの動詞ちょっと珍しくない？そうでもないか。克服の証これで12個目。あ、これ100個目じゃない？ほこら、どうだったっけ。100個目だ、やったー。記念すべき100個目のほこらがちょっとゴリ押し仕掛けて危なかったね。ということで、あと20個ですね。ほこらは20プラス、まあコログがあと、719と。コログがやばすぎ。おお、そして夜になってる。で、前回さ、一個見つけたんだよね、ほこらね。そこ行ってもいいんだけど、ちょっとだけ周りも見させてくださいな。あ、あれは？あそこ、上になんかありそう。ほこ、あ、なにあれ？え？なんか光ってるよ。ちょっと気になんない？ちょっと気になるよね。なにあの赤いの。行きたい。え？なんかある、なんかある。待てよ。あそこの祠はワープすればいつでも来れるから、一旦あの赤い光を目指してみましょう。え？何？赤い光？ドラゴン系？うわ、ていうか待てよ。これオルディン大橋のさ、ところだからさ、多分出るよ、オルドラ。出ないで。オルドラ出ないで。で、周りも、え？びっくりした。なんか今雷っぽい音が鳴ったから、急になんか、え？なんか夜になった。何？ああ、竜が出てる。雨降った、雷だ。待って、オルドラ出てるわ。オルドラ出てるけど、一旦無視するね。で、こっちとかは？うわ、なんもないか。うわ、雨降った。うわー、やばい。これ、一旦、あれだわ。電気系の装備を全部外さないと、やらかす。盾。このガーディアンがいいんだよね。そう、ガーディアンの剣とか盾はね、電気判定じゃないので、うわー、うわー、竜が出てるよ。竜もさ、なんか、今だったら近ければ上昇気流で無理やり、ね、届きそうだったのに、うわー、うわ、こっち来る！ちょっと待って、こっち来る、あいつ。え？こっち来る？こっち来ないでね。え？待てよ。これさ、出ないよね。この池の周りっていうか、湖の周りしか飛ばないよね。あぶねえ、びっくりした。こっちまで来るんかと思った。怖い。そして赤い光は何？赤い光が気になって、うわー！うわ、待って、近いな、ちょっと。ちょっと近いね。やだね、ちょっと近いのは。ちょっと近いのやだね。早くどっか行ってよ。なんでずっといるんだよ。今、モリブリンの弓が竜に当たるかと思ったわ。そして、うわー。あ、待って、ファイアロッド！欲しい！ファイアロッド手に入れるミニチャレンジあるんですよ。ちょっと待って。赤い光やったら、君倒すわ。うわ、雷の中で倒すの。そして、あれ？赤い光、うわー！赤い光どこ？あれ？あ、もうちょい先か。うわー、待って。ちょうど竜に合いそう。やめてよ。何ここ？うわー、亀裂が。ちょうど竜に近づかないといけないタイミングじゃん。なんでそういうことすんの？雷の中寝てたよ、今のボコブリン。うわ、え？どこ行った竜？もう水入った。うわ、出てきた。また出てきた。また出てきた。そんな長いか、体。そんな体長いか。うわー、怖い。待って、赤い光が気になる。何これ。え、宝箱。え、宝箱。あ、これあれか。
待てよ、コラボのやつか。はい、そうだ、サルベージャーメットコラボゼノブレイド2、雲海に沈むお宝を集めて暮らす少年の必需品、簡単には手に入らない貴重な品だ。そう、あるんだよ、コラボゼノブレ2のコラボミニチャレンジが。それの1個だ。なるほど、残り2つか。へえ、ちょっとやりたい気持ちもあるけど、せっかくここまで来たから竜行く？行ってもいい？いや、やめよ。そしてさ、 MK さん、あ、危ない。 MK さんさ、この辺でさ、絶対あのさ、流された嫁ゾーラのやつがいると思うんだよ。 MK さんね、記憶はあるんだけど、ちょっと前に探した時いなかったんだよね。どうだろう、完全に記憶が違うのか、ちょっと今回もう一度確かめさせてください。もしこれで流された嫁がいたら、それはそれでラッキー。いなかったらまた考えましょう。でこれさ、飛んだんだけど竜の判定どうなってる？すぐ近くに飛んだ時って竜の判定どうなる？リセット？それともいるの？BGM どっち？これ竜の BGM じゃないよな。急にいるのだけ本当にやめてね。怖い。あ、いない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 、よかった。そして流された嫁確認しましょう。あ、あそこに宝箱。あ、コロッグが反応してる。こっち？うわ、木のてっぺんかな。どうだろう。はい、コロッグ反応しております。あ、これ黄金オクタだ。ほら、オッケー。いいですね。そう、マグネが反応しないんだよね、黄金オクタはね。で、コロッグは？あれ？水中かな。そう、水中マグネのパターンってあるよね、たまに。あれ？ないね。コログ、あ、これかな。いや違うな、これ岩ロックだな。あれ？ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。この木のてっぺんか。一応生かして。はい、頑張りゲージちゃんと貯めて。木のてっぺんですか？あ、いたー。え？なんか普通の木のてっぺんにいるの。まあまあ確かにここに一本だけ木生えてんのおかしいけど。ちょっと今の分かりづらかったね。そして流された嫁いないな。一応全部周りの足場探索して、それでもいなかったら、そしてオルドラが出たらどっちかでやめよう。先にオルドラが出るか、 MK さんが流された嫁を見つけるか、二択。いないな。ここじゃなかったっけ。なんかさ、このいや、ここの場所かは分か、あ、あ、待って、いたんじゃない？いた、君そこにいるんだ。それは分かりづらいよ。大量大量じゃないよ。待って、これ話しかけれる？こんにちは、こんにちは。今日も大量楽しいな。あ、そう、フーキュっていう人が探してるよ。フーキュダーリンだけど、こんなとこまでゾーラの里から泳いできたんですか？ああ、ダーリンごめん。忘れてた。忘れすぎじゃない？すぐ戻らなきゃ。もうね、これ君にあげる。おお、頑張ります。ありがとう。うんうん、持ったね、持った持った。じゃあ私ゾーラの里に帰るから、じゃあね。はい。とりあえずこれで。うわ、水中にいたのか。それは分かりづらいな。はい、流された嫁クリアすることができました。そして待てよ、さっきファイヤーいたんだよな。どっから飛んできた今。こっちから飛んできたのか。ってことはこのカッポレ山あたり、さっき通ったのって、あれ、こっち通ったのか。この辺カゴッサ、まあ、もう一回飛べばいいか。イオソウオの祠、さっきここでしたよね。じゃあここからもう一度ちょっとファイヤーロット探しに行きたいと思います。さっきいたもんね。うわ、また竜出るかな。なんかさ、竜の出現場所ってMK さんなんとなく分かってるんだけど、出現の条件がね、いまいち分かってないんですよ。さっきのフロリア湖のところも、行けば絶対出てくるわけじゃないんだよな。なんか夜だと出るのか、雷だと出るのか、雨か雷だったら出るのか、なんか出る方向が決まってんのかだよね。そのこの方向から向かえば出るとか、そういうのが決まってる可能性もなきにしもあらず。そして前回この辺でもう一個祠見つけたんだよな。そこも本当はやりたい。やりたいことだらけでちょっと困っちゃうんですけども、さっき赤い光を追ったようにもう一度向かっていきましょう。大丈夫？また竜出る？この方向から行ってまた出たらさ、あれだよ、方向で決まってるってことだと思うよ。ジャンプジャンプ。そして最近さ、ほぼ毎日ゼルダ、まあ毎日ではないけど、まあ
3日に 2回ぐらいゼルダティアーズオブザキングダムまでに終わらせないとっていう気持ちでやってるんですけど、なんか面白いねゼルダ最近だとね、ゼルダ撮ってる時がね、まあポケモンちょっと一旦休憩みたいになったんで、ゼルダ撮ってる時が割と一番楽しい。別に他のゲームも楽しいんだけど、やっぱなんか50分ずっとこうやってゼルダを進めるのが楽しいそう、50分だとね見にくいって人もいっぱいいると思うんだけどさ、いやもう50分で見にくいって人はもうパート68今回まで見てないと思うんですけどそう、結構この50分バーっと結構進むじゃんゼルダ、それが楽しい。うわ、また今一瞬雷のマーク出たな。これやっぱ方向なのか。うわ、雨降ってきた。この方向から、うん、違った、今竜の頭だと思ったら塔だったこの方向から来ると竜が出るんじゃない、そういう決まりな気がする。竜出てる、あれ竜出てない、出てないな。確定ではないのか。そして、あの塔の近くですよね、さっきファイアロッド持ったやつがいたの。竜、うわー、雷は落ちてるけど今度は竜が出ないな。何の決まりなんだろう。確かに今朝の8時。夜じゃないと出ないのか。朝は寝てんのかな湖の中でルギアみたい。ということで、待って、なんか光ってるけど。あれ何？あれなんか今赤く光ってなかった？あ、火ついてたのか。なるほどなるほど。よし、じゃあファイアロッドの君、倒しちゃいましょう。一瞬の弓じゃなくて、あ、うわー、待てよ、これ。雷系になっちゃうな。ちょっとビリビリしたら外すね、これ。待てよ。おい、うっそ、ちょっと待てよ。あ、ビリビリし始めた。ビリビリし始めた。おいおいおい、オッケー。で、ちょっと待て。ビリビリし始めたから、一旦これを一瞬の弓に戻さないと。いや、一瞬の弓しか木の弓がないんだよ。ほら、ほら、ほら。え、弱くね？めちゃくちゃ弱くね？待って、ファイアロットどこ行った？あたた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 。これを届けに行かなきゃ。無心の体験ってこれ木でできてんじゃないんだ。これいらねえか。ガーディアンアクス1個ちょっともったいないけど捨てて、で、ファイアロッド拾ったから、もう幼き武器マニアのところに行かせてください。果ての村か。ほい。ミャマガナの祠に飛んでいきましょう。いや、幼き武器マニアもさ、もう2段階ぐらいあるよね、多分。そう、氷の槍だったか氷の剣持ってこいってのは覚えてんだよ。うわぁ。どこにあるんだろう。氷の槍とかってさ、いやーなんかね、なんとなく覚えてるんだけど、なんかさ、端っこでリトだったか、ゲルドだったか、寒いとこのさ、どっかに刺さってんだよな、確か。それを、その5年、7年ぐらい前にやった記憶があるんだけど、もうそれも曖昧だな。そして、君だよね。こんにちは。ウィス、ん、おお、兄ちゃんが持ってんのファイアロッドじゃんか。約束覚えてくれてたんだね。じゃあ早く見せてよ、どうぞ。ちょっと距離あるからもうちょっと近くに来てもいいですけど、ほらファイアロッド、これでしょう。どういう魔法の力って感じですけど、うお、本物、じいちゃんに報告だ。見せてくれてありがとう。はい、じゃあこれ、おお、20ルピー。いいね、いいのいいの、じいちゃんが武器見せてくれた人にあげろって言ってたし、次に見せても欲しいもの言っていい？何がいいかな。そうだな、よし、キーメタット、だったらモリブリンバット、うーわ、あったよ絶対さっきのところに、モリブリンバットか。あったと思うんだよな。うわー、とりあえず、いいや。一旦これぐらいにしといて。で、ちょっとここの祠だけ行かしてください。トゥミン家の祠から行くのが早いかな。トゥミン家ってもうあれだよね。始まりの大地のところですよね。始まりの大地もさ、ちょっと探索してみる？いやでもミニチャレンジとかってさ、始まりの大地にはないよね。そう、始まりの大地なのか、始まりの大地なのか、MK さんの中ですげえふわふわしてんだけど、は、まあ、そん時によるね。そん時そん時でイントネーション変わるから、そこんとこよろしく。いや、これさ、ない、ミニチャレンジとかはないよね。コログは多分大量にいると思う。始まりの大地に。でも、まあ、コログは後ででもいいしな。とりあえず、はい、ガーディアンの剣持って、その下か？ちょっと待って、あ、待って、それコログじゃね？まず大前提。なんか怪しいよね。ほら、ん？反応した今。反応したよね？あれ？これコログだよな。ファイアロッドでせっかくだから溶かすか。ほら、ほら、ほら、ほら。そう。ファイアロッドってこういうさ、ちょっと変わった武器なんですよ。火の玉をね、飛ばすことができるんですよ。ほら。すごくない？結構使えるっちゃ使えるんだけど、まあまあまあ。あー、
はいや壊れんのふいからのはいふいふい結局体験で壊すのが一番早いっていうね。いやこれこの溜める動作がなかったら最強なんだけど、そうすると強すぎるってこと。あやべ待って、この体験雷やばい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 。一旦コログのうちはではいもう一度変えて、うわっと待って、待てやばい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 危ない。え？もうまずいかな？ほい。ほい。あ、ちょっと時間経てば大丈夫だ。リセットされる。早く早く出てきて。ちょ、溶けて。この、あれだからね、溜まってる間も溶かすことはできるからね。ほい。ほい。もうちょっと、早く。雷来ちゃうって。ねえ、なんで雷鳴ってんの？さっきのフロドラのせいでしょ。そろそろいいか？ほい。ほい。ほい。早く！これコログじゃなかったら怒っていいぞ。さすがにコログだと思うけど。ほら、もうちょい、オッケー時間かかりすぎでしょ。ということで、うわ、見つかった。コログの実発見しました。そしたら、剣をしっかり。はい、ガーディアンアクスとかに戻しまして、あとは大丈夫か。ありました、ここの祠やっておきましょう。そっちとかもね探索してないんだよな。ちょっと行ってみてもいいかもしんないけど、待てよ、ここってさ、私の記憶が正しければヒノックスじゃなかった？だよね。まあ別に倒す必要もないからいっか。ヒノックス倒しても、別にいいことないよね、今。はい、ということで、ここの下、なんとか祠見つけました。始まりの大第一からすぐの場所なので、多分そんなに難しくなってないと思う。いや、どうだろう。あんま関係ないか。多分そこのさ、ヒノックスもさ、全然体力多いない青って一番弱いやつだから、え？赤が一番弱いのか。さっき青だったよね。赤、青、黒だった気がするけどな。あとでスタルみたいな感じですよね。上位だって MK さん今頃上位なんてもう、ちゃちゃっと終わらしちゃいましょう。ダカソウの祠。もう極意何回もクリアしてる私ですからね。ということで、久しぶりの上位。注意ってあんまりやってないよね。ね、注意そんなにあるイメージないけど、375だって体力。おらからの、はい、おら、あ、いきなり、ちょっと待てよ、これラッシュのやつ、ほい、あったー。あ、でも全然食らわないわ今の極意だったら結構食らってたよ。ほい、オッケー。でガーディアンランスも別にいらないでしょう。プラスとか入ってないからちょっとレアだったりするかな、関係ないかな。あ、拾っちゃった。まあいいや。もっつだけ持っといて。そう、ガーディアンアクス、ガーディアンアクスプラス、ガーディアンアクスプラスプラスって別物なんで、写真とかも全部別で撮んないといけないんですよ。ということで、おー、古代のコア。こんなところでいっぱい手に入るとは、なんとかゲットできました。いや、古代兵装の装備全部揃えたらさ、もうあと、この巨大なコアとかも全部、マモにしちゃうよ。MK さん今魔も欲しくてよ。ということで克服の証13個目をゲット。うわ、拳と拳を突き合わせてる。結構体力系の、動詞だったんでしょうかちょっとその辺は分かりませんが、これで101個目、あと19個。うわ、マジで迫ってきたね。なんかもうカウントダウンではもはや。で待てよ、さっきそこ滝登るか。ちょっと待て、いやこっちじゃ、この辺怪しくない？もうちょっと間隔空いてるよね。ちょっとあ、待てよ、ここゲルドキャニオンか？ゲルドキャニオンだ。私の曖昧な記憶なんだけど、確か、馬をさ、貸してくれみたいな人いるよね。いや、違う、馬を、待て、受けたんだっけ？なんかいるんだよ。ゲルドキャニオンに馬貸してくれたかっていう人いて、受けたっけ？受けてないんだったら記憶で喋ってる。で、受けたんだったら、受けた時の記憶で喋ってるんだけど、それやりたいな。となると、あ、一回ゲルドの、ちょっと待って、近くの馬宿から行った方がいいのか？これもういらないから消しといて、ミニチャレンジ。はい。持ってこいみたいなのあり、受けてないわ。だとしたら記憶で喋ってる。ゲルドキャニオンにね、いるんですよ。
ギルドキャニオンこっち。ちょっと一回ギルドキャニオン巡りしていい？この、あ、そっから道に入るのか。この辺コログとか怪しくね、なんか。ありそうじゃね、普通に。大丈夫？降りちゃうよ。は？あれ宝箱？違うな。コログ大丈夫ですか？こういう段差とか非常に怪しいですけど。いないね。そしたらちょっと待てよ。あ、ほこら一個発見。で、うわ、これ下行かないとさ、ミニチャレンジ受けれないかな。できれば上からさ、全部見ていきたいんだよね。ちょっと一旦そこ降り、いや、待てよ。うわ、下降りるか。下降りて、あれだね。ちゃんと道の通りに行きましょう。しょっぱなキャラゲルドに行こうと。ん？ああ、びっくりした。ボコブリンだ。しかも白ボコブリン。結構レア。うわー、これさ、あ！なんかあるよ。あれ、祠かな？待て、あ！もういいがだん、行って。ね、あんたの大将倒したんだけど、なんで未だに出てくんの？はい、剣バナナゲット。で、リモコン爆弾。この辺歩いてないからさ、多分ミニチャレンジ、そう、あの、馬のやつもそうだし、結構コログとかもいると思う。はい、この中は？こんにちは。あれ？岩だけ？岩はめっちゃあるけど。え？あ、宝箱あった。いや、これビタロックか。ビタロックで、これを止めて、一旦リモコン爆弾こ、待って、リモコン爆弾ここ置いて、で、離れて、ドンからの、足りないよね、これじゃあ。あ、いけるかな？崩れればいいだけだから、いけるかも。おい！これじゃまだ開けらんないよね。待てよ。これじゃ開けらんないよな。お！動いた！来たー！これ、開いてるか今の。お、トパーズゲット。特にコログとかも反応してないけど。え？これだけ？トパーズのためだけの部屋なの？これ。え？何それ？何それ？でもそうだよね。あとないもんね。へえ。トパーズのために部屋があるみたいです。そして？うわーこれ人がさ、うわー馬貸してってやついたよな。道中のどっかのはずなんだけど、会えるかな。この先道なりゲルドキャニオン馬宿、砂漠に入る前にぜひお立ち寄りをということで、うわーこの道の途中にいればいいんだけど、いなかった場合は上から探索する必要がある。うわー、なんとか出会いたい。そして祠とかもあるんじゃない？コログとかもいるんじゃない？来てないんですよ、シンプルに。いやー関係ないな、今は関係ないね。あそこは無視して、こういうところはないか。困ってる人がいたはず。困ってる人いませんか？ナボリスはいいとして、てか待てよ、馬。おい、あ、いたんじゃない？あの人じゃね？ちょっと待って、君じゃないか？ミニチャレンジですか？こんにちは、そこの君。はい、もう一度言う。我、あ、遠慮します。君関係ないね。あー、もう分かってたよ。甲賀様も倒したから。なんだよ、君ミニチャレンジじゃないのかよ。待て、おい、ちょ、おら、くっそ、ちょ、待て、ういって、もうなんだよ、ちょっと強えな。そしてなんでちょっと強えんだよ。待て、うえ、おら、オッケー。ちょっと強いのやめて。はい、剣バナナゲット。これさ、馬宿の方行って逆走するべきでは、普通に。あ、か、馬捕まえてきて、ちょっとタピオカ渡したくないからさ。おい、馬捕まえてくる必要あるわ、これどっちみち。ってことはこの辺か。平原外れの馬宿のこの辺りで馬見つけて、そっから逆走。いやでもさ、いなかったらどうする。ダメだ、一回行くわ。だっていなかったらどうすんの、その馬欲しいって人。 MK さん勝手にゲルドキャニオンだって勘違いしてる説あるよね。あと思ったよりあっちの馬宿に近い説もある。まあだとしたら馬宿に新しい馬登録してそれ使えばいいんだもんな。とりあえず行こう。うわ、待って、なんでまたいんの。何回出てくんだよ。ちょっと、うっ、上から岩落としてきてる。リザルフォスやめて。ちょ、今そういうのじゃないから。うわー、この上とかにいんのかな、全然わからん。とりあえず走ってみる。人がいたら気づくと思うけど、気づかないもんなんかね。こんにちは。うわー、あ、びっくりした、草だ。
草と人を見間違えるぐらいには今人に、あ、何、おい君だろ、君なんかあからさまに怪しいよね、君じゃない、どこかにいい馬は来た、記憶合ってた。いやいや、こんなところで人に会うとは、不幸中の幸いとはこういうことなんですね。私もあなたと同じ旅人なのですが、この峠で魔物に襲われてしまいましてね、その時相棒の馬が逃げていってしまいまして、ここで立ち往生しているところだったんです。馬さえいればまだ旅を続けられるのに、あなたに同じ旅の仲間としてお願いがあります。わ、ここ遠いよ、旅の途中で私に合うような馬を見つけたら100いや300ルピーで譲ってもらえませんか。わかりました、ありがとう。ただあまり大きな馬だと私には乗りこなせないので、適度なサイズの馬を頼みます。はい、オッケー。とりあえず、あー、こうやってちゃんと印がついてんだね。待てよ、この先もさ、なんか祠とかありそうな雰囲気はあるけど、まあいいや、一旦ちょっとこれを解決しましょう。で、ここに馬連れてくるとなると、まずもって、砂漠は馬入れないので、こっちの道から来るしかないんだよね。だから、ここの橋を渡ってくるとなると、やっぱこの辺なんだよ。平原外れの馬宿の周りで馬を見つけて、で、そいつをうまく乗りこなしてここまで運んでくるか、その馬を平原外れの馬宿に登録して、逆走するか、ゲルドキャニオン馬宿の方から、馬呼び出しで乗って逆走するかの二択。まあでも、途中ヒノックスいいんだよな。あそこをどう見るかだけど、まあせっかくだからヒノックスルートで行ってみようか。まずこの辺りに馬はいますか？それがいないと始まらないんですけど。いるよね、多分。その広場とかに。あれ？馬いませんか？この辺り。あ、テリー、久しぶり。そしてめっちゃキー切られてる。馬いる？あれ？馬いない？あれ？広い平原みたいなところにいるイメージなんですけど、この辺いないですか？あら？え？だとしたら全然違うところで使う、あそこ何？なんか枯れてね？え？ちょっと行ってみる？なんか行ったことない場所だと思う、ここ。もうまた君か。君いいよ。そしてコログは？いるの？いないの？反応しねえな。これいねえだろ、コログ。ただのファイアロットの場所か。なんだよ。来て損した。待って、一応この先も見して。あー、やっぱヒノックスいるだけだ。なるほどね。あ、モリブリンバット。モリブリンバットが欲しいです。おい。君持ってんのモリブリンバットだよね。おい、オッケー。一瞬の弓壊れちゃいましたが、モリブリンバットを綺麗にゲット。これモリブリンバットだよね。待てよ。いらないもの。こちら、ガーディアンランス捨てまして、オッケーで、これ写真撮った？撮ってるね。ちょっと待って、馬が必要。絶対、もうこのサルファの丘とかに行ったら絶対いるよな。悟り山から、下行ってこの辺で探すか。その方がいいかもな。はい、じゃあ、悟り山まで飛びましょう。てか、この周りとかもさ、結構広いから、祠とかありそうなんだよな。ちょっとそれも探してみる。いや、待って、やりたいことが多すぎる。一個一個終わらせよう。馬をやるのか、それとも、ゲルドキャニオンの周りで祠探すのか、悟り山の周りで祠探すのか、一つに決めよう。もうなんか、ぐっちゃぐちゃになる。うわ、カラス。こんにちは、カラス。すぐに攻撃すれば、肉手に入んじゃね？うらオッケー。鶏肉ゲット。カラスの溜まり場になっていたようですが、お、コログ、コログ、あ、これ、これかな。待てよ。ここ、ここ、あ、これだ。へえ。このパターンもあるんだ。今みたいに枯れ木の下に岩があるってパターン。へえ。なんか変わったパターンですね。そしたらガーディアンナイフ持って、待てよ。ちょっと悟り山さ、一回上まで登っていい？ここちゃんと探索した、お、またコログ反応した？待て、この間怪しい、あったよ、コログ。ここカラスの溜まり場になってんの？ほい。どこ出た？終わった。あ、終わった。あったった、こっちだ、こっちだ。はい、こっち。ちゃんと、オッケーオッケーオッケー。ちゃんとこの道をさ、見ないと。どこに連れてこうとしてる？おい、どこ？上？あれ？ああ、ここか。ということで、はい、ゲット。結構、悟り山コログ多いのかな？はい、こちらゲットしまして。
あと周りは祠とか怪しいけどな。ちょっと高いとこまで登っていい？これ登ったっけか。待って、ここ桜あったとこ、悟り山って。あら、全然わかってないんですけど。待て、一旦ここは頑張りゲージを回復しつつ、リーバルトルネード使う？いや、こんなとこで使わなくてもいいな。こんなとこで使ってもでしょう。もうちょいで上だもんね。はい。ほい、うわ、寒いか、リンク。ちょっとの間だけ耐えて。コログの目反応なし。あ、やっぱそうだ、桜んとこだ。ここ馬具が一個あったんだよね。バグっていうのかな、馬具っていうのかな、ちょっとわかんないけど。あ、鳥の卵発見。コログはもうないか。祠は怪しいけどね、周り。なんかありそうだけどね、祠。大丈夫？一応ぐるっとだけ回らして。なんかがある可能性が非常に高い、この辺。多分ちゃんと回ってないんだよ。反応しないか。うわー。だとしたら来る方向ミスってねえか？こっちじゃなくねえか？だとしたらこっちじゃなくねえか？はい、そこ。夜光石はありまして。ほら、この辺絶対来てないのね。全然来てないはず。祠ない？ありそうだけど、ないなぁ。だとしたら来る方向ミスってね。こっちじゃなくね。一旦着地まで見てみていい？そこの橋とかも、怪しいっちゃ怪しいけど、もう寒いのは収まったな。まあ雨で濡れてその分寒い説はあるけど、リンクさんはそういうのはあんまり敏感じゃないんでしょう。そこの崖は？待って、なんか岩めっちゃあるな。岩ロック？違うよね。え？こんな広い平原でさ、うわ！あそことかも、あそこ行ったんだっけな。超怪しい。うわ、この崖とかも下行ってないですよ、MK さん。なんかあるよね、この崖。この崖超怪しくね。待って、この崖何？こんにちは。崖あるよ。崖あるけど、関係ないですか？てか、この橋を普通に、カッシーワだ！珍しい！こんなとこにあなたいたの？とりあえず、やってみよう。うわ、待って、モリブリンバットもういらない。キャー助けて、いや、いいや。あなたどうせ関係ないでしょ、ミニチャレンジとか。ほい、MK さん、厳禁な男なんで。カッシーは優先です。てんてんてん。ん？久しぶり。なんか、ね、まさにみたいなのあるけど。何あの輪っかは。これは失礼しました。歌に夢中になってしまいました。この歌は今は亡き私の師匠が作ったものです。師匠は数年前に亡くなりましたが、一番最後に師匠から教わったのがこの歌でした。祠チャレンジだ。よし、すみません、つい思い出話をしてしまいました。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者の古の歌が伝わっているのですよ。いかがですか、この土地に伝わる古の歌、お聞きになりますか？お聞きになるけど雨降りすぎ。ありがとうございます。それではお聞きください。はい、一筋の矢、二つの輪射抜く時。あー、なるほど、なるほどね。うわ、むずくね。勇者の試練が姿を現す。どの組み合わせでやるかだよな。一筋の矢が二つの輪ね。オッケー。輪とは、ここの岩のことでしょうか。勇者の試練とは一体どういうものなのでしょう。きっと私には思いもよらない秘密が隠されているのでしょうね。では、あなたの旅路に光がありますように。よし。ちょっと二つの輪クリアしちゃおう。これさ、どこで狙うかだな。あ、ここ狙えそうじゃない？うわ、絶対一心の矢があった方やりやすかった、これ。まあいいや。あれ、コログじゃね？三本意味深に立ってるけど。待てよ。ここ狙いやすそう。ここから、さっきの下のところが狙いやすそう。うわ、待て。ちょうどここね、崖。うわ、ちょうど地面がねえようになってんだ。うまいことできてんね。うまいことできてんね。だとしたら、その辺は？うわ、あそこ後ろから撃ったら超やりやすいのに。うわー、これ。うわー、絶妙な角度。ちょっと待って、あ、持ってね。あ、弓矢がやべえ。あれしかなくね。あ、雷ではないか、今。これじゃ、いや、無理だよな。待って、あ、なんか、は？あれ、ゼノブレ？ちょっと待って。なんか落ちたよ。流れ星かな？あ、黄色い光だから流れ星だ。ゼノブレだったらちょっとやりたかったけど、ゼノブレじゃないね。
待って、そっち側から撃つか。今の流れ星で、こっち側からうまくいけるか。いけんのかこれ。待って、しゃがんだ状態で、いけるかも。あ、いったんじゃない？ほい、ナイスしゃがみ撃ちだ、ポイントは。多分いろんな方法あったと思うんだけど、MK さんはちょっとこの方法でやりましたということで、ほこら出てきた。いいね、これが102個目。ほこらチャレンジ結構まだあるな。っていうかさ、センサーで反応するようなタイプのほこらは、もう結構やってんだよね、多分。なかなか回ってるからさ。だから、あとはこういうセンサーで反応しない、ほこらチャレンジ系のやつとか、そういうのがまだまだあるんだと思う。そっちか。うわー、センサー反応なしきついな。そして MK さんは何をしに来てるの、ここまで。馬を手に入れるんじゃなかったんですか？やりたいことが1点、2点、3点、4点しておりますが、それコログじゃない？コログじゃないか。なんか、1個だけあったから。コログかと思ったら違うね。あ、1個だけじゃないし、全然。ということで、シ・ダゴズの祠。ここさ、祝福だよね。さすがに。始まりの大地近いからさ、こういう序盤のところは祝福であるべきだと思うよ、MK さんは。祝福の方が、良くない？初心者に向けて。うわ、違うし。何さ、並列思考。ほ？なんだ？ここ押して？ここ押すと何？あー、そういうこと。待てよ、待て。一旦こ、あ、まだ一旦そっちでもいいや。一旦そっち入れて、もう一箇所入れる必要があるのね。これ宝箱どこにある？まあいいや。こう来て、は？宝箱上にあるな。これ、あれ？次のやつ勝手に落ちてこない？あれ？あれ？あ、そっちに、あ、そっちにあるんだ。こう来て、え？これでいいんだよね？もはや。あ？あれ？落ちちゃう。これだと落ちちゃう。待てよ。ちょっとだけ。あ、ちょ、待て。今の方、あー、勢いついちゃってるか。あー、これさ、待てよ。こう押して、そこ行ったらすぐにこっち押す必要があるんだ。で、すぐにこっち押したら、今度すぐにこっち押して、こっち転がすんだね。オッケー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 。これが並列思考ってこと？はい。とりあえずクリアはしましたけど。宝箱多分向こうだよね。向こうなんか、あからさまな足場あるもんね。多分ここに、おー、ありました。ということで、こちらゲットしておきましょう。中からは、はい。雷電の体験。いらないね。ちょっと待てよ。これ押しゃいいんだよな。あ、危ねえ、危ねえ。なんだよ、今のギリギリ反応。やめてくれ。押した瞬間動かないでよ。ちょっとだけラグ持たせないと、リンク乗れないでしょうに。ということで、これさ、あ、オッケー。宝箱マークついてるから、全部宝箱もゲットしてありますと。こんにちは。本日、3回目の祠です。よろしくお願いします。あ、祈ってる。始まりの大地の周りは祈ってる動詞が多いのかな？ということで、よーし。14個目か。ここまで来たら16まで克服の証、貯めてから、ちょっといろんなとこ行きたいね。ということで、なんとかカッシーワの祠チャレンジクリアできたということで、今回は一旦これぐらいで終わっておきましょうか。じゃあ次回。次回こそちょっと馬を預けに行って、プラス、まあまたね、祠の方、いろいろ探索していければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして、次の動画をお待ちください。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。